待たせいたしました。東京競馬場11レース2023年 JRA G1 ロード開幕戦第40回フェブラリーステークスダート 1600m 戦。今年は地方競馬浦和からスピーディーキック、そして史上初めて海外カナダからシャールズスパイトが参戦しての16頭で行われます。ポッカレモン消防音楽隊による生ファンファーレが春の中京競馬場に響きました。中京競馬場11レースは第53回高松宮記念 G1 芝の 1200m、 今年も出走馬は18頭です。阪神競馬第11競走第67回大阪杯 G1 4歳以上オープン芝の 2000m 16頭で争われます。陸上自衛隊第3音楽隊の生ファンファーレとともに各馬のゲートインです。阪神競馬場第11レース第83回桜花賞 G1 クラシック第1弾です。芝外回り 1600m、 メンバーは18頭フルゲートです。中山競馬第11競走第25回農林水産省賞典中山グランドジャンプ JG1 障害4歳以上オープン芝の 4250m、 出走馬10頭で争われます。オーケストラメンバーの皆さんによります生ファンファーレも高らかに、いよいよ決戦の時です。中山競馬メインレース11レースは第83回皐月賞 G1 芝 2000m、 18頭が出走します。京都競馬場今日のメインレース第167回天皇賞春 G1 淀の舞台に春の盾が帰ってきました。ファンファーレは海上自衛隊舞鶴音楽隊の皆様によります生演奏、そのファンファーレに送られましてスタート地点向こう上面の若干左手対比所の前ゲートの後方各馬は乗り続々とこれから向かうところです。
東京競馬場第11レース第28回 NHK マイルカップ G1 芝 1600m、 12番のクルゼイロドスルが出走を取り消して17頭の出走で行われます。東京競馬場第11競走第18回ビクトリアマイル G1 芝コース 1600m、 今年は16頭の牝馬によって行われます。東京競馬場11レース優春牝馬第84回オークス G1 芝コース 2400m に3歳牝馬18頭が競います。陸上自衛隊中央音楽隊の皆様の生ファンファーレ、そして大歓声、決戦の時です。東京競馬11レース東京優春第90回日本ダービー G1、 今年この競馬の祭典に駒を進めた18頭は、東京競馬場今日のメインレース第11レース競馬法100周年記念第73回農林水産省商店安田記念 G1 芝の 1600m、 メンバーは18頭フルゲートで行われます。陸上自衛隊第3音楽隊の皆さんによるファンファーレの生演奏でした。阪神11レース第64回宝塚記念 G1、 3歳以上の17頭によって行われる芝 2200m の G1 競走です。